ジテゴだよ。チャンネル登録ありがとうございます。始まるよ。皆さん、こんにちは。今回はファームアップでの変更箇所の解説です。取説級と合わせてご視聴願います。2021年10月20日現在確認できた変更箇所です。追加・変更されたアプリです。まずはじめに BT2 が追加されました。Bluetooth 接続に特化したものです。フロントカメラアイコンが変更されました。機能も改善されたと思われます。次に RCAM アプリが追加されました。ACHD02LR を仮接続して確認しました。バックカメラ映像を確認してみます。サラウンドビュー、バックカメラ機能です。設定面での変更箇所を見てみます。端末、サウンドに追加された項目です。オーディオ設定と速度補正ボリュームが追加されました。速度補正ボリュームの使い方を模索中です。ここからオーディオ設定に入れるメリットが分かりません。全般が一般に名称変更になりました。最下部にハンドル位置が追加されました。オーディオの音場位置に反映されます。この項目はこれだけのためだと思われます。ナビアプリから自動起動アプリへ名称変更になりました。再起動時に一つだけ自動起動するアプリを指定することができます。当方はアガマで自動起動アプリを設定しているので使いません。 SWC からハンドルにアプリ名称が変更になりました。ガイドが日本語になり設定が安定してできるようになりました。他の項目に変更は確認できません。以上、アプデ前の参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。